黒半んとは、静岡県地方の郷土色である魚肉練り製品。静岡おでんの具材となった黒半ん通常の半んは白色だが、黒半んは灰色で D の字型の独特な形状をしている。静岡で、半んといえば通常これを指し、静岡県民が他地方で白い半んを見ると驚くこともある。逆に、静岡県内では他地方の半んを特に、 白半ん,んとして、本品と区別することもある。静岡県内ほぼ全域で販売、消費されているが、特に、焼津市をはじめ、静岡市清水区や沼津市など大漁港周辺の名物とされる。静岡郷土料理の材料であり、静岡おでんの具材の一つとしても有名である。また、遠州地区、特に浜名湖周辺では、黒半ん,んではなく白い半ん,んが生産されており、 正確には白半ん文化圏である。現在は静岡地方以外であまり知られていないが、2007年から大手ネリ製品製造メーカーの気分が京浜地方で黒半んの販売を行っている。また、地域特産品として黒半んバーガーなどの商品化も行われている。サバやアジ、イワシなど新鮮な多角性の青魚を主原料にする。魚肉に塩、 砂糖、澱粉などを混ぜて潰して、すり身にし、熱湯で茹で上げる。水さらしは普通行わない。円形の器具を使い一枚ずつ,つって作業で成形していた、ことから D 型の特徴的な形となった。白半んのふわふわした柔らかい感触より、かまぼこや、さつま揚げに近い、引き締まった食感があり、また原料を骨ごと用いるため、下に骨粉が当たる。 ザラザラした独特の口当たりがある。旨味成分を逃さないので、原料の魚本来の風味が強い。特に、サバを原料とした黒ハンペンはんぺんは他の魚肉練り製品には見られない独特の風味がある。血色素を含むため、加熱後の製品色は開白色に仕上がる。青魚のつみれとほぼ同じ材料、製法で作られているため、形状が異なる点を除けば、 固く締まったつみれと似たような味わいとなっている。黒はんぺんのフライ黒はんぺん様々な食べ方が見受けられる。ありがとうございます。